どうもスポーツ応援ブログの岡 P です。今回は岩手の高校野球の強豪校を紹介していきたいと思います。岩手県は県北地区、盛岡地区、花巻地区、北奥地区、一関地区、沿岸地区の6地区に分けられ予選が行われ、甲子園をかけて熾烈な戦いが繰り広げられます。では今回は4つのトピックに分けて岩手県の高校野球を紹介していきます。まずは岩手県の強豪校を紹介していきます。まず第一勢力は花巻東、盛岡大学附属の2校です。花巻東は春夏通算13回の甲子園出場を誇る強豪校で、2009年選抜では準優勝を果たし、 OB には大谷翔平選手や菊池雄星選手など球界を代表する選手を輩出しています。盛岡大学附属は通算16回甲子園へ出場している県内屈指の強豪校で、2017年には甲子園春夏寮大会でベスト8に輝きました。打たれたら打ち返すわんこそば打線は盛岡大附属高校の代名詞とされており、現在は花巻東と並ぶ2大勢力で岩手県の野球を盛り上げています。続いて第2勢力に一関学院、仙台北神が挙げられます。そして第3勢力には黒沢尻工業、久慈、盛岡第4、盛岡中央が挙げられます。そんな岩手県は盛岡地区、北奥地区に強豪校が多く、盛岡大附属は盛岡地区、仙台北上は北奥地区に位置してます。また花巻地区や一関地区ではそれぞれ花巻東や一関学院が独占している状態になっています。次にそんな岩手県の強豪校の歴史について解説していきます。岩手県の高校野球は1990年代までは工業高校などの公立高校が席巻しており、盛岡工業、黒沢尻工業、盛岡第三、一関商工、福岡を中心の時代でした。しかし1990年代に入ると仙台北上や盛岡大附属などの私学勢の台頭により、現在に至るまで私立勢時代が始まりました。そして現在も花巻東や盛岡大附属を中心の私立勢時代は続いてます。いかがでしたでしょうか。今回は岩手県の高校野球の強豪校を紹介していきました。花巻東と盛岡大附属との争いからは今後も目が離せません。